よ、プロデューサーさん。お疲れ。着物、バッチリ決まってるか <laughs> ありがとうよ。今は撮影の合間で、昇級士ってやつさ。撮影所のセット、すごいよな。本物みたいで、マジでタイムスリップした気分になるよ。さすが、映画の聖地と呼ばれる場所なだけあるぜ。それにしても、撮影っていうのは、本当に大変だよな。 監督や衣装さん、大道具さんや小道具さん、大勢のスタッフが関わってる。そんなスタッフたち全員が、魂を一つにして、いい絵を撮るために全力を出してるんだ。これも最高にロック。だよな。私もこんな立派な衣装と出番を用意してもらったんだ。みっともない演技はできないぜ。もちろん、するつもりもないけどさ。 独特の所作や立ち回り、セリフの言い回し。まだまだ勉強不足だけど、せっかくの大役だ。見事に演じ切ってやるさ。さあさあお控えなすって、木村夏樹の大一番、しかと咲かせてご覧に入れましょうどうだい決まってるかいへへ。<laughs> プロデューサーさん、夜遊びかい あんまりやんちゃすると火傷するよ。なんてな。あんたがそんな柄じゃないくらい、役も承知さ。歴史のあるお茶屋や料亭が並んでて、風情があって、いい街並みだよな。まさに、日本のやびって感じがするよ。なあ、少しいいかその、今日の撮影、あんまり納得いってなくてさ。 私としたことが雰囲気に飲まれちまったかなって。私は音楽をやってるときは誰にも負けないつもりでやってる。けど、アイドルとして演技の一つもしたらまだまださ。わかっちゃいるけど、私もまだまだ成長途中なんだ。完成されたアイドルなんかじゃなくてさ。だから、これからも頼むよ。 こうしてプロデューサーさんと歩いてると、やっぱり持つべきもんは担当プロデューサーだなって思うぜ。今更だけどさ。さてっと、じゃあ行くか。夜の街に繰り出すんだろあたしも一緒に付き合うよ。というか、付き合わせてくれるだろな。